はじめまして、新人トレーナーさん。私があなたの今日から所属するチームのチーフトレーナーです。見ての通り私はもう随分年寄りだし、教えてあげられる期間は短いかもしれないけれど、サブトレーナーとしてよろしくね。いいお返事、期待しているから頑張ってね。私実は結構あなたのことちゃんと見て選んだつもりだから。それじゃあ早速私たちの大事な馬娘に会いに行きましょうか。メニュー終わりました、トレーナー。次のご指示をお願いします。お疲れ様、ベルちゃん。次は並走だけれど、始める前に少しいい？彼が先日話していたサブトレーナーよ。どうも。サブトレーナー、改めてになるけれど、彼女がベルちゃん、メジロドーベルよ。私のチームの大事な大事な馬娘。私にとっては多分最後の担当馬娘になるかしら。見ての通り随分おばあちゃんになってしまったものね、私も。トレーナー。あら、ごめんなさい。大丈夫よ、ベルちゃん。まだまだ元気なつもりだから、そんな寂しそうな顔しないで。失礼します。並走相手に参りましたが、始められそうでしょうか？ええ、もちろん。来てくれてありがとう、エアグルーヴさん。ベルちゃん、準備はいいかしら？はい、先輩、よろしくお願いします。実力をつけたな、ドーベル。素晴らしいスピードだった。いえ、そんな。位置取りとか仕掛けのタイミングとかまだまだです。結局一回も先輩の前に出られませんでしたし。そう簡単には譲らんさ。だが確かに背後へ迫られているのを感じたぞ。いいトレーナーがついたのだな。はい、私はまだ全然弱いままで。だけどちょっとでも強く見えたのなら、それは全部トレーナーのおかげです。うんうん、ベルちゃんとってもいい走りだったわね。あらま。あなたお目目がキラキラ。うん、そんな目をしてくれるトレーナーだと思っていたのよね。すごいでしょう、ベルちゃんは。心も体も可能性に満ち溢れているの。あの子の素晴らしい未来を私もずっと見守っていたいけれど。あの、トレーナー、まだ体力あるので、ダウンの前に先輩と外を走ってきてもいいですか？まあまあ、ベルちゃんったら最近特にやる気満々ね。そうね、一周だけならいいでしょう。ゆっくりめのペースでね。はい、ありがとうございます。行ってきます。さてと、私たちは後片付けでも進めておきましょうか。待て、ドーベル。はい。ナイジャーさん、
先日も素晴らしいご活躍でしたね、メジロライアンさん。大勢のファンが自走にも期待を寄せていますが、お気持ちは？応援すごく嬉しいです。期待にお応えできるようにまたモリモリ鍛えていきますね。裏に回ろう。来い、ドーベル。はい、先輩。血が冷たくなっていくような感じ。なのに顔だけが変に熱い。手足の感覚がふわふわしてて、うまく力が入らない。全身が心臓になったみたいに鼓動がうるさい。うるさい、うるさい、うるさい。ドーベル？ドーベル？ドーベル？ドーベル、どうかなさいまして？自走の子はもうゲート前に行くよう指示が出ていますが。あ、ごめん、ありがとう。ドーベル、顔色が悪いですわ。ご体調が良くないのでしたら。大丈夫だから、大丈夫だから。無理じゃない、私は模擬レースに出るだけ、ただそれだけなんだから。そうね、でも今は見守ってあげて。ほら、そろそろベルちゃんたちの出走よ。小さい頃に辛いことがあって、人前に出るのがとても苦手になってしまったみたいなの。それでも目白の広い広い敷地の隅っこのなるべく目につかないトレーニング場所で一生懸命鍛えてきたらしいんだけど、メイドさんや同じ馬娘しかいない環境でずっと育ってきたから、大勢の前、特に男の人の前に出るのが今もすごく苦手なのよ。だから大勢の視線が集まるレース本番だとほとんど実力が発揮できなくなってしまうの。レースに出たくて勝ちたくてここへ来たのに。つらいわよね。つらそうだわ、ずっと。でもね、それでもベルちゃんは諦めていないのよ。ここいい？ビビんないでよ。まともに目も合わせてこなかったのに突然過ぎっていうのは自分でも分かってるけどさ。でもこのままじゃダメだって。またこの間の模擬レースの繰り返しになるって分かってるから。だからあんたと話すのもメンタルトレーニング。サブトレーナーだし付き合う義理くらいあるでしょ。どう思う？何急に。別に月並みだよ。そもそも目白の馬娘にとってレースの世界はすごく身近にあるから、シンプルに憧れただけ。ライアン、ねえねえねえ、ライアン、私も出たい。レース出たい、出して。お、ドーベル、急にどうしたの？決めたの。あのね、私もね。私だって絶対走って勝つために生まれてきたんだって、ただそう心に決めただけ。
でも勝つどころかまともにレースにも出られないようじゃ話にならないから、私はとにかく強くならないといけないの。トレーナーはこんな私のことを支えるって言ってくれた。だから私も早くトレーナーに勝利をあげなきゃ。何？軽々しく言わないでよ。そう、あのさ、食べ終わったら付き合って、模擬レースの申し込み。これもサブトレーナーの仕事でしょ。次こそみっともないとこは見せないから。失礼します、トレーナー。今日のトレーニング、トレーナー、寝てるんですか？トレーナー、トレーナー、どうしたんですか？誰か来て、トレーナーが。幸い早めに処置できましたし、命に別状はありませんが、年齢的にもトレーナー業の続行はお勧めできません。そう、とうとうこの日が来てしまったのね。ごめんなさいね、ベルちゃん。トレーナーが謝ることじゃないです。私がずっと弱いままなのがいけないのに。トレーナーさん、後のことどうかよろしく頼むわね。大丈夫よ、大丈夫、きっとあなたなら。悪いけど全部後にして、今はトレーニングしたいの。とにかく信じてもらったのに、私まだ一度も答えられてない。まだ一回もトレーナーに勝利をあげてない。あと2週間しかないの。それまでに何が何でも絶対にレースに勝たなきゃ。みたいな強さを見せて、私だって目白の馬娘として立派なところを見せてやるって。でもさあ、一着が今ゴールイン。他も続々と続きます。皆さん、頑張った子たちに大きな拍手を送ってあげてください。あ、8番目白ドーベルちゃん、今最終コーナーを曲がりました。最初に転んで大きく出遅れましたが、諦めずに頑張っています。よしよし、偉いぞ。みんな見てるからね。最後まで頑張れ。偉い、頑張れ。大丈夫？ライアンたちがそんな風に言われてるの聞いたことない。ライアンやブライトはいつも早いね、すごいねって。なのに私こんなの。結果は散々、手出しで転んで半周遅れのゴールがやっと。あれからずっとみんなが私を笑ってるように見えるの。みっともない弱いくせにって。そう思うと鼓動が変に速くなって、手足も自分のものじゃないみたいに感じられて、そんなだからまともに走れもしなくなって、みんな当たり前にできてることが私だけできないの。
トレーナーとなら少しは強くなれるかもって思えてた。だけどもうあの人には頼れない。だったらそれでもレースに勝たなきゃいけないんだから、無理してでも追い込んででもやるしかないでしょ。私は弱いんだから、一人でも鍛えないと。は？何？今度はトレーナーの代わりにあんたがいるから強くなれる、大丈夫だって。急にそんな風に思えるわけ？あんた、私の話聞いてた？弱いって言ってるでしょ、昔からずっと。私はまだまだ。でもこのままじゃダメだって。またこの間の模擬レースの繰り返しになるって分かってるから。だからあんたと話すのもメンタルトレーニング、サブトレーナーだし付き合う義理くらいあるでしょ。信じてもらったのに、私まだ一度も答えられてない。まだ一回もトレーナーに勝利をあげてない。あと2週間しかないの。それまでに何が何でも絶対にレースに勝たなきゃ。私は別に私はただただ勝ちたいの。勝てるようになりたい。お願い、私を鍛えて勝たせて。次の模擬レースがトレーナーに勝利をあげられるきっと最後のチャンスだから。うん。でもさ、結局は大勢の前でもレース本番でもこの走りができるかどうか、そこなんだよね。もう一本走ってくる。タイムお願い。走っている時はレースに集中すべきでしょ。それは出走前に何？は？無理だ。だって私は。でも。いらしてますね。チーフトレーナーご退職の件がすでに噂になっているからな。ドーベル獲得に動き出したトレーナー陣が来ているんだろう。レース出走に難を抱えている件はすでに知られているが、それでもお前たちと同じ目白の馬娘、注目は避けられない。そっか、ドーベル大丈夫かな。あの子は無理ばかりするから、怪我にでもつながったら。いえ、ダイヤお姉様、きっと大丈夫ですわ。そうだな、今日のドーベルは覚悟が違う。ベルちゃん、トレーナーきっと
見に来てくれてるよね。勝ちたい勝ちたい勝ちたい今日こそ。でもダメ、また心臓がうるさくなって。見ちゃった、観客席いる、あそこに。もう一回勇気を、バカ。心臓の音はまだうるさい。正直完全にトレーニング通りの走りができてるわけじゃない。人前は嫌い、目線も声も気配も、みんな弱い私を笑ってるようにしか見えなくて。でもでもそれでもあそこにはいる、いるんだ。私のこと強いって信じてる人が。私は強い、私は強い、私は強い、私は強い馬娘なんだ。素晴らしい走りだったわ。よかった。これでもうあなたは。トレーナー、今日は本当に来てくれてありがとうございました。お礼を言うのはこっちよ。あなたの勝つところが見られて嬉しかったわ。おかげでもう何にも心残りはありません。嘘一つだけ。ベルちゃん、あなたこれからどうするのかしら。私はこの人と一緒にやっていきます。今さら嫌とか言わないでよね、トレーナー。なんか違う、鼻の位置もっと上かな。あ、いやこれ輪郭から直さないとダメかも。一旦消して、あっ、はあ、もうやっちゃった。どうも。じゃ、勝手に見ないで。どうせ下手だと思ってるんでしょ。それ褒めてる？バカにしてない？私の絵癖があるっていうか少女漫画っぽいし、似てない自覚はあるの。それはもういいから図書室ではお静かにお願いします。ほら怒られちゃった。でよトレーナー、そろそろトレーニングの時間でしょ。別に小さい頃は見てたけど、たまたま目についたから描いてただけ。絵を描くの好きなの。あのアニメだったのは単なる偶然。でもこのままじゃダメだって。またこの間の模擬レースの繰り返しになるって分かってるから、ね、だからあんたと話すのもメンタルトレーニング。サブトレーナーだし付き合う義理くらいあるでしょ。
応覚えておく。と思ってたんだ。本当はライアンと一緒に見る予定だったんだけど、来られなくなっちゃったから一人で来たの。けど思ったより子供ばっかりで、私浮いてないってなんか気まずくてさ。川上がプリファイ映画は大人と子供半々だって言うから、これもそうだと思ってたのに、圧倒的に子供の方が多いし、学生なんてほとんどいなくて、私絶対目立つじゃん。また今度ライアンが来られる時にしようかな。うん、でも入場特典って確か数に限りがあるんだよね。後日だとなくなってるかも。え？でも見たい映画があって来たんじゃないの？あんたベジキャロリンなんて1ミリも興味ないでしょ。何それ、つまらなくても責任取らないからね。勝手にすれば。ただいまに2番スクリーンで上映の劇場版ベジキャロリン無人島夏休みの入場を開始いたします。あ、入場始まった。じゃあ行こ、トレーナー。いいの？ありがとう。2回目見てもう1枚もらおうと思ってたんだけど、トレーナーのシールは白だったんだ。なら私の方も好きな色じゃないとかわいそうだよね。そうなんだけどさ、色が違うなら好きな色の方がいいでしょ。特に小さい子って色にすごくこだわらない？色の取り合いで喧嘩になるって親も話してた。私はあまりしてない。そういう時はライアンがうまく振り分け直してくれたから。って私の話はどうでもよくて、私のシール緑に交換できないかな？係の人に頼んで。すみません、シールの色はお選びいただけないんです。交換もできないことになっておりまして、申し訳ございません。変えられないって、これで我慢しようね。ほらキャロリンのシールもあるじゃない。やだ、緑いらない。え、赤だけど。あ、そっか、あの子のシール緑って言ってたね。でもあの子が赤が欲しいとは限らないでしょ。本当に交換してきたし、どうしてあの子が欲しがってる色が赤だって分かったの？なるほど、トレーナーならそれくらいの観察眼は持ってて当然ね。ところでさっき交換を持ちかけたからさ、あんたベジキャロリンの恋ファンだと思われてるんじゃない？私より全然目立っちゃったね。映画意外と面白かったね。昔はいなかったキャラがメインで活躍してて驚いたけど、あの子たちが話してたのってあのキャラだったんだ。私
年の離れた妹と弟がいるの。妹も弟もベジキャロリンが大好きみたいで、ちゃんと内容を知りたくて映画を見ようと思ったんだ。うん、二人の好きな色を揃えられてよかった。私一人だったら他のお客さんと交換なんてできなかったよ。その一緒に来てくれて助かった。気づいたら周りの目のことなんてすっかり忘れてた。あんなに気になってたのにさ、心強かったっていうか、まあそういうこと。して何？顔に砂でもついてる？は？当たり前でしょ。それより次の往復ダッシュちゃんと測っててよ。あれ、トレーナー残ってたんだ。私はちょっとやることがあって、誰もいない方が集中できるから。ねえ、トレーナーってさ、風景が描ける？その今さ、ベジキャロリンの映画の紙芝居を作ってて、妹と弟がどうやら映画に行けないみたいなの。多分まだおとなしく座っていられる年齢じゃないからだと思う。だからあの話を紙芝居にしてあげようかなと。それなら二人も楽しめるでしょ。で、キャラの絵は描けたんだけど、背景が全然終わらなくて、一枚仕上げるだけでもすごく時間がかかるんだよね。え、写真？どういうこと？写真を大きいサイズでプリントアウトして画用紙に貼れば紙芝居になる。じゃあ全部のキャラを切り抜いて海へ行って撮影して、みんなが戻る前に終わるかな。言うと思った。断ったところで諦めるあんたじゃないもんね。私もいい加減分かってきた。じゃあ5分後に談話室集合で。右、目いっぱい腕伸ばして、じゃないと映り込んじゃうの。もう少し走ってる臨場感が欲しいんだよね。トレーナー、ちょっとダッシュしてくれる？昼間の海は明日の朝に撮るとして、とりあえず今夜はこれで最後だね。動かないでよトレーナー。3、2、1、はい、オッケー。花火、お祭り、そろそろ終わりかな。さすがにもう屋台は店じまいしてるんじゃない？私はライアンたちにお土産頼んであるし、お祭りは昔からいつもライアンたちと行ってたんだよね。ライアン、手離さないでね。絶対だよ。あ、わたあめ。ライアン、わたあめあった。ほら、あそこ。ねえ、わたあめ食べよう。ライアンたちに手をつないでもらって、あれがやりたい、これが食べたいって、あちこち引っ張り回したっけ。
うちはお母さんが仕事でいないことが多くて、それで小さい頃は目白家のみんなとよく遊んでたの。ライアンには特に面倒見てもらったな。一緒にいると安心できたし、いつも楽しかった。だから妹と弟ができた時、今度は私が二人の姉として接してあげたいと思ったんだ。私がしてもらって嬉しかったこと、あの子たちにもしてあげたかった。実際は何もできてないんだけどね。私は寮生活だから会う機会も少ないし、会ってもどう接したらいいのかわからないの。だけどこの前、なんとなくベジキャロリンの絵を描いたら、もっと描いてってせがまれてさ。うん、絵なら少しは描けるし、何か描いてあげられるかもって。それで紙芝居は昔パーマーがよく持ってきたんだ。私は今でもお姉ちゃんたちに頼りっぱなしみたい。お姉ちゃんの顔ってどんな顔よ。トレーナー適当言ってない。私は自分が姉らしいなんて全然思えないけど、この紙芝居を楽しんでもらえたら少しは。まああんたには手伝ってもらった恩もあるし、今度の帰省から戻ったら一応結果報告はするから。さてそろそろ戻ろっか。花火ももうすぐ終わりそうだよ。二人がもう少し大きくなったらお祭りにも連れて行ってあげたいな。